トリガー、そしてカウント、君たちの処遇について正式な決定が下った。中隊長たっての希望もあり、君たち2名は我が部隊へと正式に配属される。過去に例のない抜擢ということで、君たちを特別な目で見る連中がいるかもしれない。だがそれは自身の活躍により覆すものだ。その力があると信じている。それではブリーフィングを開始する。かねてよりエルジア軍の無人機による自動揚撃システムのため、我が軍の反攻は停滞していた。これは IFF に応答しない軍用機が一定エリアに侵入すると自動で無人機が離陸、対象への迎撃行動を開始するというものだ。しかしこの揚撃システムには警戒網の穴が存在することが判明している。これは別の部隊が実際に警戒網に近づき、偵察および戦闘を行うという危険な背踏みによって得られた貴重な情報だ。我が隊に配属となったパイロットはその任務を生き残った2人というわけだ。この犠牲の上に掴んだチャンスも、敵に隙を塞ぐ時間を与えてしまえば無駄になってしまう。そこで我が隊に長距離戦略打撃作戦が発令された。我々は引き続き本隊とは切り離された長距離戦略打撃軍として秘匿作戦を展開する。サイクロプス隊、ストライダー隊の各隊は長距離攻撃に特化した特殊戦略部隊としてエルジア領内へと深く侵攻。エルジア領内の重要標的を攻撃しつつ、大陸北部から首都ファーバンティへの侵攻ルートを切り開く。最初の作戦としてユージア大陸北方に集結している敵の主力機動艦隊ニオルド艦隊への攻撃を行う。以前よりスナイダーズトップ周辺海域には敵艦隊の大型補給基地が確認されている。現在そこに敵艦隊が集結しているらしい。目的はもちろんオーシア軍のいるユージア東部への攻撃だ。それを敵が予想しえない長距離進行攻撃で破壊することができれば、損害以上のダメージを与えられる。だが先行艦隊は装備を整え移動を開始していると予想される。敵艦隊との戦闘は避けられないだろう。また補給基地は洋上に大型のものが1機と、河口近くの渓谷内に中型が1機確認されている。なお作戦空域が広大かつ各所で大規模な戦闘が予想されるため、補給のための機関ラインを設定した。弾薬補給、機体整備が必要になった場合は各自の判断で積極的に使用してほしい。弾も機体も替えがきく。我々にとって最も重要なのは君たちパイロットの命だ。心に留めておいてくれ。反抗の第一歩だ。気を引き締めてかかれ。1500m。トリガー、
イダー隊の1番機だ。カウント、お前はサイクロップ2だ。サイクロップ1の指揮下に入る。悪いが俺は食いながらやらせてもらう。腹が減ると判断力が鈍るんでな。とんだ食い意地だな。トリガー、お前がナンバーワンで俺がナンバーツーとはな。ああ、いいさいいさ、そうしてくれ。俺たちはあんたについていけばいいのか。凄腕だと聞いてるぞ隊長。前の部隊ではな。俺たちに遅れるなんてことはないよな。搬送は補給中です。警告のプラットフォームに近づいた。くそ、出撃準備中を狙われるとは。とにかく急がせろ。ストライダー3エンゲージ。サイクロプス3エンゲージ。サイクロプス4エンゲージ。それは難しい。艦船や航空機、対空兵器を破壊するんだ。いや、CA の言う通りにやってみよう。大丈夫だ。Thank you.
備えてくれ。こいつらが増長する。お前ら、こんな中天中のもとで長いことやってるのか。登場するね。ガウント、お前は長生きさせてやるから覚悟をしておけ。やりで。うん、ざるだぜ。Thank you.
背中を任せられる仲間がいれば俺も実力を発揮できるんだが。
の背中は俺が見ている。安心して力を出すんだな。勘弁してくれ。戦は成功した。敵の海上戦力に与えた損害は当初の予想を上回った。これ以上ない戦果だ。これにより東部沿岸に固まっていた友軍が動きやすくなるだろう。また今作戦の成功によりかねてから準備がなされていたアーセナルバード撃墜作戦が開始される。我々の長旅は始まったばかりだ。まずは体を休めてくれ。